メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。どうせダメに決まっているとか、どうせこう言われるに違いないなんて自分で決めつけていることありませんか？口にしていませんか？でもこれって自分の枠の中だけの決めつけだと思います。自分の枠、自分の中の決めつけの枠は外していきましょうということが今日のブログには書いてあります。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、 LINE アット始めました。 LINE からもお気軽にお問い合わせいただけますので、よかったらご登録ください。それでは